朝青龍、不安がいっぱいだった場所前でしたが、気持ちの上ではもう支配を見据えているのか、単独トップを守るんでしょうか。9日目の朝青龍、突き押しの大関の千代大海を迎えます。制限時間がいっぱい、全勝朝青龍。2本入る、寄り切りです。朝青龍9戦全勝。取り口全般に今日はゆとりがありました。千代大海は2勝7敗、非常に厳しい成績です。大関として厳しい成績です。連勝を維持して単独の先頭で9日目を終えます。ただいまの決勝は寄り切り、寄り切って朝青龍の勝ち。右の肘をさすったりしていますが、取り口全体はいかがですか、舞の海さん。全く今日は問題ないですし、力の差がありすぎますよね。これは千代大海の現状の厳しいところでもあるんですよね。そうですね、